森友学園問題を考える会の集会、ただいまより開会いたします。本日の会を担当させていただきます平田と言います。よろしくお願いいたします。皆さん、よろしくお願いいたします。コロナ禍で大きい集会などはなくって、本当に今日は久しぶりに皆様と顔を合わせての集会となりました。嬉しい限りです。この3年間本当にいろんなことがありました。でも森友問題は解決していません。政治家は誰一人責任を取っていないんです。それどころか国民の意見を無視して、何でも政権が閣議決定で決めてしまう、そういう状況が続いています。こんな社会でも変えていきたい、変えられると希望を持って、森友学園問題もどんどんこれからも頑張っていきたいと思います。今日はご一緒に、皆さんご一緒に私も学ばせていただきます。それでは初めに森友事件の経過と私たちの歩みを振り返りたいと思います。元日本共産党豊中市会議員の山本一徳からご報告いたします。よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。ありがとうございます。元豊中市会議員の山本一徳です。本日はこれだけ暗い中にたくさんの人がお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。私の方から森友学園問題考える会議の森友問題の経過ということでお話をさせていただきます。思い返すと2020年の2月の20日にお隣の大ホールで赤村薫さんと青木治さんを招いての森友集会、あれから3年間大きい集会がなかなかできなかったということで、この森友問題についても皆さんこう忘れていることはないと思いますけれども、まあそんな事件やったかなという感じの方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、改めて紹介していこうかなと思います。今ここでずっと流してますのはですね、私がこの間作りまして、いろいろな方の、特に高橋もと子さんという方のフェイスバックから、ね、出していただいて、写真リレーを使いながら作った集会です。本日でですね、おそらく12回目の集会になるんじゃないかと思います。森友問題も思い返してみると、もうタイトルになりますように7年目ということで、6年前の2017年の2月の8日に木村誠市会議員が情報開示の裁判を起こすと、ここからスタートしました。2月の9日に朝日新聞社がこの問題で隣の国有地に比べて1割程度の値段で売られてるんじゃないかと、こういうことが報道されて、2月の15日に日本共産党の宮本武史衆議院議員が財務金融委員会でこの問題を取り上げます。その2日後の2月17日に民進党の福島議員が安倍首相に衆議院予算委員会で質問して、ここで有名な答弁、安倍首相が自分や自分の妻や安倍事務所が関わってたら首相や国会議員辞めるんだと、こう言ったわけです。ここから大きな問題が広がってきました。陰では2月の22日に当時の菅官房長官のところに佐川前の理財局長なんかが話しに行って、その翌日の2月26日には公文書の改ざんが始まったわけです。その陰で言うと裏ではそういうことが起こってたわけです。表の方ではどうだったかといえば、籠池さんというあの得意なキャラクターの方がテレビの連日にぎわいとしてて、塚本幼稚園というところでは運動会の時に安倍首相頑張れと言わせてるじゃないかと、こういうことが報道されて、教育直後を暗唱させると、こういう特別な愛国教育をしているということが表に出たり、ゴミが地中深く埋まってるから値引きしたんだという話だけれども、そんなに深いところはもう誰も昔でそんなところからそんなゴミが出るはずはないと、こういうことが明らかになったり、
森友学園に生まれたから大阪の西日生は学校生直視を緩めたんだと、こんなことも明らかになったり、本当にいろんなことが明らかになってきました。その結果、どういうことが起こったかといえば、あの森友学園の小学校を作らせずに済んだと、これは大きな成果だと思います。ありがとうございます。ぜひ私の皆さんの運動の力だと思います、ね。で、こういったことが起こっていく。で、一時こういうことが動いていく中で、じゃあ安倍首相どうしたかといったら、2017年10月を覚えてますか。総選挙があったわけですよ。9月になって、夏季学園の問題も出てきて、これはどうするかといったら、国難突破解散だと言って、国会を解散したわけです。その後、これで安倍首相はダメになるだろうと思ったら、自民党は政権にまた戻ってしまうわけですね。これでも森友問題が終わったかと思ったら、2018年の3月、朝日新聞が公文書を改ざんされていると、この記事が出るんですね。その記事が出た文化後、3月7日に近畿財務局の職員だった赤木俊夫さんが自殺にまで追い込まれると、こういう痛ましい事件もありました。その後、財務省は公文書改ざんを認めます。私はこの時にやっぱりこれでも森友問題は終わったんじゃないかと、さすがに財務省が公文書改ざんをしていることまで認めたんだから、もうこれはさすがに政治が責任取るだろうと思ったら、政治家は誰も責任取りませんでした。当時の財務省大臣だった麻生財務大臣は今副総理ということで、いまだに政界の中枢にいるわけです。その時責任を取らされたのが佐川は元理財局長、その時は国税庁長官でしたけれども、辞任をするということで責任を取りました。しかし退職金はちゃんともらっているそうですから、その程度の責任しか取れなかった。これが終わって、これでもまだ政権は変わらないし、そのまま続いてきたわけですけれども、次に森友問題が大きな問題になったのは2018年の3月、2019年の、20年の3月、ちょっと待ってね、会議の経過を一瞬に、2020年の3月、赤木俊夫さんの手記が公開をされたわけです。その赤木俊夫さんの手記が公開されて、赤木俊夫さんの妻である赤木雅子さんが裁判に訴えました。この裁判の中では、1年以上裁判を継続して、やっと赤木逮捕という新たな証拠が出てきて、いよいよここから森友の真相追及が始まるんじゃないかと、こう思いましたけれども、この時は何が起こったかといったら、認諾という形で1億円国民の税金使って国に対する裁判を終わらせたわけです。あのまま続いていたら、佐川は元理財局長であったり、当時の池田統括官であったり、いろんな方がもしかしたら証言台に立つということがあったかもしれない。しかしこれについても途中で壊されてしまったわけです。そしてそれでも今でも赤木さんは裁判で戦ってきている。こういった今までのお話しした一連の流れというのは、ここにいらっしゃる皆さんは大体私と同じように喋れると思います。多分その会場外に出てですね、道行く人に森友事件ってどんな事件でした、どんなことありましたかって聞いたら、多分皆さん大体似たような話が、国有地のゴミの取引があって、公文書の改ざんがあって、財務省の職員が亡くなって、こういったような話は大体ご覧になら知ってらっしゃると思います。私は大きな問題なのは、これだけ多くの人が周知している、客観的に見ても明らかにおかしなことが起こってたことが誰しも分かっているにもかかわらず、安倍政権が終わった後、菅岸田とずっと自公政権が続けているし、政治家も高級官僚も誰もまともに責任を取っていない、こういう状況が続いていることだと思います。じゃあ私たち自身が無力なのかといえば、決してそうではないと思います。この問題、運動から見てみると、木村市会議員がおかしいなというこの前だったそういう契約書を見つけて、そこから市民の皆さんに一緒に調査をしようじゃないかということで話が始まって、私もその時から一緒に参加をして、
そしてたくさんの集会や宣伝をやったり、またいろんな場所での宣伝をやったり、刑事告訴をしてみたり、検察審査会への申し立てをしてみたり、もう先ほどここに映像が流れている一連の出来事ですね、いろんな運動をしてきました。その度ごとに今日お集まりの皆さんのように市民の皆さんが集会に参加していただいたり、また宣伝にも参加していただいたり、 SNS の拡散をしていただいたり、署名をしていただいた時には数十万筆を超える署名が集まったわけです。これだけ多くの人たちが一緒に運動してきたからこそ、先ほど言ったように学校建設を止めることができました。今度は皆さんの運動を引き続き粘り強くやっていくことで、この森友の真相をしっかりと解明していく、これをしっかり解明していくことが、私は民主主義を作ることにつながっていくことだと思っています。今日はこれから白井聡さんと金平さん、そして関村さんと対談もあります。ぜひ一緒に学んでいって、そして明日からもおかしなことにはおかしいと言い続ける、こういう活動をぜひ続けてまいりましょう。共に頑張りましょう。ありがとうございました。徳さん、ありがとうございました。続きまして、ジャーナリストの金平重則さんと政治学者の白井聡さんのお話を最後終わります。進行役は森友学園本来を考える会の豊中市議、木村誠が務めます。では皆さん楽しみにされていたと思います。どうぞ金平さん、白井さん、ご登壇ください。認諾というのがありました。赤木雅子さんの裁判でも
託1億円払って、雅子さんの請求全部丸呑みします、お金払います、だから裁判を終わらせてくださいということで裁判を強制的に終わらせました。当然岸田首相も了解しているわけです。あるいはもう一つ雅子さん別の裁判をやってます、情報公開を求める裁判ですけれども、その裁判でも財務省から検察に提出された書類、これ不起訴になっちゃいましたので捜査終結したので、証拠書類財務省に戻ってきてるわけですけれども、その戻ってきた財務省から検察に提出した証拠書類一式の開示を求めたところ、非公開決定が出た、おかしいじゃないかと、捜査も終わってるから、公開すべきだということで、まあ、そこで裁判やってるわけですけれども、この裁判でも財務省は一貫してですね争ってます、争ってますということはつまり絶対公開しない、何が何でも隠し通すと財務省は言ってるわけですけれども、これも当然岸田首相の了解の上でやってるわけです。ということで、今の岸田政権が、まあ、一貫して森友問題の真相究明に背を向け続けてる、つまりここに書いた通りですけれども、嘘、改ざん、隠蔽政治、まあ、僕らカタカナで安倍政治というような言い方しますけれども、その安倍政治と決別するつもりが今の岸田首相には全くないということなので、私たちこの森友問題の追及を続けるというのはつまり本当にその安倍政治、嘘と隠蔽と改ざんの政治からの決別を求める、それを清算せなあかんのやと、それを求める、まあ、運動やと言えるんじゃないかと思います。で、思い返せばですね、すいませんちょっと前置きが長くなって申し訳ない、去年の9月に安倍さんの国葬がありました。どの世論調査でも多数の市民国民は国葬反対だったわけですけれども、岸田首相は国葬を強行したわけです。検討しとかっていう揶揄されてました。検討するだけで何も実行しないで検討しっていうふうに揶揄されていた岸田さんが、あの頃からを境にしてですね、突然ある意味で悪い意味で吹っ切れたというんでしょうか、やらんでもええようなことを次々やり始めたわけです。で、原発推進しますって言い出しました。ほんで、敵基地攻撃しますみたいなことで軍備大増強します、防衛費2倍にしますみたいなことで言い出しました。ちょうどあの頃からやったと思うんですね。で、思い、そう言って考えると、あの安倍国葬強行っていうのは本当に岸田首相の安倍政治継承宣言、俺は安倍政治引き継いでやっていくんやと、まあ、言ってみれば安倍政治継承宣言みたいなものだったんじゃないかとすら思えるわけです。そう考えてみると、私たちが今森友問題の追及続けてるっていうのはですね、本当にその安倍政治からの決別を求める、で、嘘と隠蔽と改ざんの政治終わらせようということでもあるし、で、原発推進であるとか軍備大増強であるとか、ある意味安倍さんですら要請かというようなことを岸田さんは今やろうとしているわけですけれども、そういったものも含めてですね、安倍政治との決別、全く違う新しい政治を求める、そういう運動そのものや、私たちはそんな思いも込めてですね、森友問題の追及を続けています。そのことで、まあ、安倍から岸田につながる嘘、改ざん、隠蔽政治を終わらせようという、まあ、長いタイトルになったんですけれども、今日はそういう意味で言いますと、まあ、森友問題が中心ではありますけれども、その森友問題の最後に立ち入るというよりも、森友問題に象徴される今の政治状況、どう受け止めるべきなのか、また私たちはそれに対して、まあ、どう、向き合っていかなくなるかというようなお話ができたらいいなというふうに考えているところです。すいません、前向きがなくなりました。では、まずはジャーナリストの、金平重則さんから、一応最初お二人それぞれ15分ずつぐらいでお願いしますというふうにお願いします。よろしくお願いします。はい、こんばんは。皆さんはここにいていいですか。今日報道特集の日じゃないですか。あれ、ここに来てる人は見終わってから来たんですか。いや、あの、いいですけど、去年の9月まで報道特集の、まあ、レギュラーやってたの土曜日は必ず、今ちょうど反省会とかやってる時間なんですか。で、今日あの木村さんの方から森友学園ですね、幕引きを許さないみたいな趣旨の集会をやるというので、来てくださいって言われて、僕は全くその思いは同じなんで、森友
事件っていうのは全く終わっていないのに無理やりこう終わらせよう、まあ、これ司法行政で下手をするとメディアで、全く終わらせようとする力を抱えてるんじゃないかなというふうに思ってですね、今日ここに来て、皆さんとお話をしてくれたんですけど、こんなたくさん来てるって実は思わなくてね、リアルの講習会で座らせていただきますね、まあ、大変だというふうに思ったんですけど、今日まずちょっとね、話しようと思ったの、あ、そうそう、さっきから木村さんはちょっと安倍政治はそのなんだ嘘と隠蔽と改ざんの政治みたいなことを言ってたんです。私ね、TBS っていう会社に入った時にね、報道局の中に安倍政治さんって人いたんです。さっきこうずっと聞いてて見てたよ、あれ安倍政治さんって言ったなと思いましたけど、きっとその人ね、今嫌な思いしてる。すごくね、生真面目な方で、僕の先輩だったんですけどね、あの一緒にミラクルこういう今日実やろうなみたいな感じで、お互いにこう励まし合いながら、とてもいい先輩だったんですけど、多分ね、辛い思いしていただけたなと今、思いますよね。あと、国葬の日の話がありましたけど、国葬の日は僕は本当に、現場に行こうという。だったので、あれ日本武道館の外で、ある人と一緒にずっと取材してました、終日、赤木雅子さんと一緒にいました、赤木さんは、ずっとご接種に周りをずっと見てて、ものすごい、統一教会の人がどうか知りませんけど、ものすごい数の、弔問客が、まあ、献花をされたのね、献花台すごかったんですよ、2万6000人だったから、でその、それに対して国会の前にも実はかなりの人が集まってて、国葬には反対されて、でそこずっと、2人で見てもらったんですけど、赤木雅子さんがその時に言った言葉をすごくよく覚えてて、ここにいる人たちが私のことが亡くなったことなんか全く、もしかすると覚えてないかもしれないですねっていう、その結果がものすごい、たくさんの人たちも湧いてってるように、もう次々に来た、それよく覚えてますけどね、その時に反対デモの人たちと喧嘩の人たちの、まあ、ニヤミスをするような場面があったんですよね。でそこで何が起きたかというと、その、喧嘩をする人たちの間から帰れコールが起きる、帰れ、帰れっていうふうにそのデモをしてる人たちに帰れコールが起きた上にですね、こういう言葉が出ました。お前らそれでも日本人かって。いや、僕ね、これね、すごい言葉だなっていう、なんかまあ、予想できないことではなかったかもしれないけど、実際にそういう言葉が出るのを目撃すると、そうか、国葬の日に頭を手向ける人は、そういうふうに考えてる人なんだなっていうのが分かって、ものすごくショックを受けたことなんですが、時間が限られてるんで、あれって出すことないんですか？出せます。あのね、今日もう焦点を絞って、あ、これ本当のことしか、もう本当は僕やり始めるとこう時間止まらなくなっちゃうんで、今日は一点に絞りますね。本当のことしか言わないっていうことの本当のことの本当です。確信で言うと、あのね、安倍晋三回顧録って出たんですよ。つい最近。まさか皆さん買ってないでしょ。いやいや、あのね、違うんです。これ実は売れてるんです。でね、中央公論新社っていうところから出てね、今4冊で、4万5000だったかな。今増刷してて、でさっき豊中の本屋さん、あそこほら駅前に、豊中駅前にファーストマートがないって言ったら、もちろん売り切れててないです。だから東京都内の、本屋さんに行ってもどこも全部売り切れて、僕ね、これなんか組織的にご購入なさってる方々がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うぐらい、あっという間になくなってる。でも、読売新聞日本テレビ系列っていうのは、この本が素晴らしいみたいなことを、まあ、自分たちの番組を作って、なんか宣伝したりね、たまたまで僕それの一つを見ちゃったんですよ。
真相ニュースとかってテレビやってるんですか。そこにその聞き手であるその橋本五郎おっさんがいるんですけど、まあおっさんの先輩ですね。そういう記者が、政治記者ですね、これ今編集委員、特別編集委員会で、まあ彼が聞き手になってるんですよ、この本に。安倍晋三という人が政権を降りてから、18回から官邸に行ったり、なんなりいろんなところで聞いて、インタビューをして、それをこう元にして、再構成したというね。で、このね、監修にね、元、安全保障局長の、北村茂っていうのがあったんです。これは、僕は絶対言いませんけど、ある人は官邸の愛姫なんですまあ、要するに公安警備公安警察から上がってる警察官僚ですね、その人間が、まあ、監修をしてるっていう、まあ、その顔ぶれも相当なもんだと思うんですけど、その真相ニュースっていうのを見てた時に、僕はその橋本っていう人がこれあんまり見えないでしょ、後ろの人見えないでしょね。これ多分ね、ここに書いてあるんですよ、橋本五郎氏のよいしょって書いてあるんですけど、岩田明子という言い方って書いてある。これはちょっと今日言いませんけど、この橋本五郎のよいしょってこう字が自賛してるっていう、これすごい本で、私はこの本をでこれを立ち会って素晴らしいんだよ。こんなつまり歴史的な最高録はないんだよ。で、まあとにかくそれは、安倍晋三という人の内政外交をもう極限まで持ち上げて、こんなすごい人間はいなかったんだ。でその、人間からこう、生前に聞き出したものを、亡くなった後にこういう形で本に出せるってことは、私はもうなんて素晴らしいんだろう。まあ、自分よいしょをしてて、まあ、安倍晋三という人をよいしょしてる以上に自分をよいしょしてるんです。僕って私ってなんて素晴らしいんだろう。僕ね、同じ記者、こういうジャーナリズムの仕事をしてて、僕こういう生き方はしたくないなって僕ははっきり言いますけど、その番組を見てて僕は思いましたね。橋本っていう人は実は加計学園の時に、文科省の事務次官をやっていた前川金平さんという人が、読売新聞がですね、新宿 女性のクラブみたいなところにこう通ってたみたいなことをバックして、これも、実は警備公安警察筋が読売新聞にリークした、こんなやつが言う内部告発なんて信じるに値しないぞみたいな、まあある種のキャンペーンですよね。でその時に僕は橋本五郎と職員に言ったことをすごくよく覚えてるんですけど、日テレのワイドショーで言ってましたね、こういうことをやる人間っていうのは本当に、これどうなんだろうって、そのことだけでもこの読売新聞の報道は、報道するに値する記事だと私は思ってますよと言ってて、何を言ってるのか思いましたよね。まあ、そういう生き方をする記者がいるっていうのは、まあ、彼だけじゃないし、横に書いてた女性記者の名前もそうだけど、まあ、そういう生き方をする人たちは僕らの業界には、まあ、いるんです。いや、他にもいっぱいいるけど、ここに行ったら時間がなくなっちゃうんで、いませんけど、これ、わずか3ページで、これ違うか、これ古いやつだな、古いやつだな。僕は書いたくないんで、これずっと見てたんですけど、この森友事件に関するこの、分厚い本の中で、これコピーです。関係者、関係箇所だけの絶対変わらないんで、これね、もう話しちゃっていいのかな、これ今日ね、実は高木雅子さんが届けてきてました。この会場からあそこに来て、僕は絶対買いませんからってずっと公言してたんですけど、そしたら彼女は買っちゃったんですってで買っちゃって、僕は絶対に嫌だっていうのをこれコピーしてくれたんで、僕それさっき読んでたんですけど、ひどい、もうなんかムラムラ読んでて腹が立ってくるというか、まあとにかくね、って言ったらいいんだろう、3ページどころじゃなくて、かなり書いてますね、森友学園
249ページから書いてありますから、皆さん絶対買わないで249ページから立ち読みしてください。結構いろいろあるんですけど、例えば籠池学園理事長、籠池康典学園理事長っていうのは一度も会ったことないから、私は潔白だという自信がありましたので、ね、で昭恵が小学校設立に賛同していたのは事実ですが、そのことがなぜ私の関与に直結するのか、財務省に働きかけなんかするはずないですよ。私の妻が賛同していることを理由に財務省は土地代を値下げするなんてはずもない。だから何言ってるかってことになったんですよ。かなり感情的に言ってるんですよ。もう、まあ、要するに自己正当化をずっと言ってるんですけども、でこれね、もっとひどいのはね、こう最後の方行くとね、これ財務省が私を政権から引きずり下ろすために、うん、なんか暴力をやったみたいなことまで書いてあるんですけど、これね、僕あれですよ、改ざんだ、文書の改ざんなんて思いもよりませんでした。常識ではありえないわけです。改ざんは佐川さんの指示で課長以下が壊っていたわけです。そこまでは官邸の目は届きませんっつって。これがね、これ もっとひどい。妻に関しては森友側が妻の名前に、言及した部分があり、財務省はその部分を削除していた。そこには安倍昭恵案件だと書かれているわけではありません。改ざんなんかするならまるですごい底の深い疑惑があったのように世論に受け取られてしまったんです。いや、これ読んでてこれムラムラ腹が出て絶対買っちゃダメですよ、これ。まあ、要は財務省のね、これ陰謀っていうのは書かれてたのもうびっくりした。私を追い、ここだ、私を追い落としたのね。なんかね、僕腹立ったってちょっとどこ行ったのかな。そう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 。私は密かに疑っているのですが、森友学園の国有地売却問題は私の足を救うための財務省の策略の可能性がゼロであった。財務省は当初から森友側との土地取引が深刻な問題だと分かっていたはずなのです。でも私のもとには土地取引の交渉記録など資料は届けられませんでした。森友問題はマスコミの報道で初めて知ることが多かったんです。何言ってんだって話してる。こういう、まあ、つまりこの彼の言い分をこうずっとね、で、そうさっき言った橋本五郎っていうのはもう聞きとして聞いてて、で、そのさっき言った日テレの真相ニュース出た時は、もう私はなるほどっていう納得したんだよって言ってるわけです。なんと、まあ、大きな意味で言うとこういう幕引きをね今やろうとしてる。何言ってんだって話ですよ。本当にこれは僕はね、こんな本が出て、まあまあある意味で言うとこんな本が出たっていうことである種こうむしろファイトが湧いてくる。だってこんなめちゃくちゃなことを言うで通るわけがないわけで、で一番大事なことはですね、赤木俊夫さんのことについて一文字も出てません。一行も出てません。で、僕は実は赤木雅子さんのこの本を読んだ感想って聞いたんですけど、私の夫についての言及が一文字も出てないってことに対してものすごく怒ってました。僕は赤木俊夫さんっていう人が改ざん命じられて、両親の苦痛でね、心身おかしくなって、それで最後は自殺をしたっていうのがすごく激励で、いつもその公務員の倫理規範みたいなものを持っててね、悩んだわけです。やりたくないことを無理やりやらされて、正しくないってことをやっておかしくなって、それでもう死んでしまったって、これとんでもない話ですよ。これ普通の先進国であればこんなことがあったら内閣総辞職ですよ。でこれがなんか私の知ったことじゃないみたいなこと書いてあって、しかも財務省の私の足を救うための策略だと、何言ってるんですか、一体これ。
一行でもあのなんかアカウント称賛のことについて書いて謝ったらどうですか。そういうことを全くやってないっていうのを見てて僕はだから絶対勝っちゃダメですよこれそういうのですけど、で あと現金100万円っていうのを過去イケシがその安倍さんのサイドからもらったみたいなって言ってるけど、それも全然デタラメだみたいなことを言っていたり、まあさっき言ったように重大な問題だみたいな認識は一応持ってるんですけど、まあだけど財務省の作法論ってひどいと思いますね。でなんでこういうことが彼の安倍晋三という人の頭の中に財務省の陰謀みたいなあの言葉が浮かんだのかっていう、これってねすごく重要なことなんです。でその時の、安倍政権の、まあ、構造っていうのかな、財務省と経産省っていうのはあの例えば国家財政 の運営についての考え方みたいに言うと違うんですね、この10年間以降は少なくとも全然違ってて、緊縮財政みたいな、それからインフレみたいなのもどん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 お金をジャブジャブつぎ込んで、買わせて、であの、経済指導だけは一応保つみたいな、しかし借金は増えるっていう、だから何ていうか このことを考えるといつもね江戸時代のことだったんです。江戸時代にね田沼を引き継ぐで、あとその後にあの新井白石っていうのが来て、まあ、つまり田沼の時代っていうのはもうあの今ジャブ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 こうお金がこう回って、それで賄賂もいっぱいあって、しかし、国の、まあ飽きないんですよね、財政みたいなものはこう回ってた。で新井白石っていうのは緊縮財政、そんなことやってたらもうダメだって、どんどんどん緊縮していくみたいな、今でも言えばですね。だから払い白石と何のかみたいな感じで、財務省と経産省まあ仲はいいわけですよね。で、イニシアチブ争いをしてるんですけど、安倍政権、第二次安倍政権の時代っていうのは、安倍という人は、ご承知のように、ジャブ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 お金をこう、吸ってですね、物を買わせて、インフレ派っていう人、まあ経産省の今井っていう人が、側近でいたわけですけど、これ経産省出身の近年で、財務省の側はどっちかというとその経産省の側に頭を押さえられてるで、珍しいタイプの政権だったんですよね。で、もう一つあの重要なのは警察官僚、あ、聞いちゃったあの警察官僚って言ったんですよ。警察って言っても警察官僚ともいろんな警察があるんですけど、警備公安担当、まあ、警備公安警察っていう、まあはっきり言うとあのアメリカでいう CIA とかロシア、昔のソ連でいう KGB みたいな、まあ、政治警察です、市民のためにこうあの悪をこう摘発するとかそういう犯罪を摘発するとかそういうことではなくて、政治のために、動き回って情報収集だけをして摘発はしないでずっと見てるみたいな、そういう政治的な動きをする政治警察っていうのなんですけど、日本の警備公安警察っていうのもそういう、あ、こんなの見るかもしれないですよあのそういう人って後ろの方に座ってて、ね結構動きやすい靴履いてないですよまあだけど そういう人がいるっていうことは事実です、ね、あの安倍っていう人の政権の特徴はその警備公安警察出身の官僚という、今杉田の人と北村っていうことも内庁とか警察庁の東京市の人間を引っ張ってきて、国家公安、あれですね、あの、官房副長官とかね、そういうところに据えたり、あるいは国家安全保障局長とかっていうところに据えたりっていう、まあ、ものすごく助けてもらったんですよ。警備公安警察出身者が、政権の一翼でものすごいあのいい位置を占めてたってことがおそらく安倍という人 その陰謀論、さっき言った私の足を救うための財務省の陰謀だみたいなことを言うっていうのは、まあ、そういう人のなんかこう発言みたいなことっていうのはいつもこう聞いてると、まあこれは言い過ぎかもしれないですけど、まあ、空っぽ、あの世襲リーダーの特徴ってあの空っぽなんですよ空っぽっていう意味はあの
ある意味じゃあ褒め言葉かもしれない。その真っさらです。だからそのいろんなことがこう、吹き込まれるとこう単純にそれを信じ込んじゃう構造とかでね。だから陰謀論とか、例えば今度は北朝鮮がスパイを送り込んで怖がってて経済安保をやらなきゃダメですみたいなことをこう吹き込まれる、そうだなみたいなことをすぐ空っぽにしたし、そこの部分っていうのはおそらく今の政権も同じじゃないか、ささやかれるとすぐ信じちゃうと言っで、それはまあ申し訳ないですけど、まっさら空っぽなわけですよ、空虚なわけです。これは本当にあの残念なことですけども、だからものすごく、ブレブレになっちゃって自分がないから、そういうふうになってしまうところで、おそらく、今起きていることっていうのはそういうことだと思いますね。ですから森友学園問題事件っていうのは全く終わっていないし、あのこの本が出て大坊がこのコピーをいただいてこれを読んだ限りにおいてはですね、こんなもので終わらせては絶対ダメです。でそのためにはあの、僕はジャーナリズムっていうのはもちろんあの自分はまだこの世界の足をこう抜けてないっていうのはジャーナリズムはそういうことをやる力ってまだ僕は残ってると思うからやってますよ。そういうものがなくなった国っていくつかを取材してきたので、この間もあのモスクワ、ロシアに行きましたけど、全く違うウクライナ戦争について言うと西側の報道と全く逆のストーリーを、ロシアテレビの記者がやってまして、ヘルメットかぶって、その東側のウクライナのドネツクとかルハンスクをロシア軍が戦って解放したみたいな、全く真逆のストーリーをやってる、そういう国の報道とかをこう見てきてるとね、やっぱりジャーナリズムとかそういう調査をする本当の事実を究明するみたいな力そういう機能がなくなっちゃった国っていうのを見た時の恐ろしさっていうのは感じてるん で日本はまだそこまでのことは言ってないと思いますね。で皆さんもおそらくあの一部の望みみたいなものを持っていらっしゃってほしいなというふうに思いますけども、どうかな。いや、つまりいろんなことが起きたときに僕はやっぱり、まあ、どうなっちゃうんだろうかと思う。例えばこの間の首相、岸田首相の秘書官がオフレコ発言というので、すぐ更迭されたけど、あの時に声を上げたのは毎日新聞の女性記者ですよ。他の記者はおそらく秘書がねえなと思って黙って見過ごしてたかもしれない。でそういう時にあのきちんと声を上げてこれは問題だということをこう言った人はまだ僕らの中にまだ残っている、うん、それをきちんとキーにした新聞もあるということを考えるとまだ僕はあの日本ではあのジャーナリズムというのは死んでないというふうに言われているね、あの申し上げているんですけども、まあ僕の最初の15分ぐらいもう消化しましたけど、ここで一応やるんです。ありがとうございます。まあ、本当にあのジャーナリズムならではの事例して、特に、安倍晋三回顧録という部分はもうではいいんですけど、ひどいらしいという話しかないということですけど、ありがとうございました。それではあの次の、島井さんでした。お願いいたします。皆さんこんばんは。ですね、まあ、7年突入森友問題ということで、もうそんなに夏にですよね。で、本当にこの間ですね、あの木村誠さんはじめ、まあ、ある意味この問題を発掘した張本人でありますから、この問題をですね、取り組み続けているということで、またそれに皆さん、ある種は投資しようということで、そういう気持ちで今日ここに集まってきたと思いますが、本当にやっぱり大事なことですんで、で、あのその、皆さんのですね、取り組みに敬意を表したいと思います。で、やっぱりこれ大事だねというのはなぜだろうと、これ汚職の
構図として見るとですね、まあ、非常にまあ典型的っていうかな、あの政治家とのコネクションも生かして、国有財産を安く払い下げてもらうっていうタイプの、まあ、ものすごく古典的な、まあ、そういう意味で言えば何の深みのないですね神経な疑惑事件なんでありますけれども、しかし、先ほど解剖録の話ありましたが、ちょっと私の職業柄これなんか変わらないといけないのかなっていうのがすごく憂鬱なんですけど、とりあえず判断停止して先延ばしにしたいと思いますが安倍さんの証言が、まあ、今上平さんに紹介してくださったんだけれども、安倍さんっていう人とね、よく分かんないところがずっとあるんですよ。その分かんないところって何かっていうと、確信犯的に嘘をですね、ペラ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 というそういうある種サイコパス的な人格なのか、それとも自分を取り巻く現実について自分にとって都合の悪いことをは見たくないから見なかったことにしたり、あるいはそれを自分に都合よく解釈して、そういったそのバーチャルリアリティをですね、自分の頭の中で立ち上げて、そしてそれを本当に現実だというふうに思い込んでしまうのか、とするとそれは単純な嘘つきではないんですね。一応その心の底からそれが真実だと信じているんですから、いわゆる嘘つきとはちょっと違う。どっちが厄介かというと、もうどっちも厄介ですけど、どうもそこがよく分かる気なんですね。だけど、どうも一つ言えるのは、まあ、忖度っていう言葉がキーワードになって、この時期はなりましたけれども、まあ、安倍さんはああいうその政治家として長いキャリアが自分自身あったわけだし、政治家の一家に生まれておりますから、ある種その不正な形での権力の行使っていうのは、まあ、政治家はいろいろやるわけなんですけれども、その際にどうやったら尻尾をつかまれないのかということに関しては、おそらく相当熟知していたと思うんですよね。ですから多分この森友のことに関しても、まあ、まずは多分、まあ、奥さんの方が昭恵さんの方がそもそもそっちへのめり込んでしまってというのがきっかけだったんだろうというのは多分そうなんだろうと。で、そしてじゃあご本人がどんな指示をしたのか、ここはもうブラックボックスでよくわからないんですよね。でおそらくはその彼の経験やある種の培ってきた勘からすれば、多分そんなに明白な指示というのは出していない、証拠になっちゃうような明白な指示は出していない。じゃあそうなるとなぜあんなことになっていったのかっていうと、忖度ですよね。財務官僚の忖度、これでもって、まあ、できることが動いていったんじゃないか、まあ、そう考えたとき非常にやっぱり深刻さの度合いっていうのが増すんですよね。どういうことかというと、特定の政治家が、まあ、ひどい公私混同をやっているとか、腐敗しているとかっていうことじゃなくて、もうこの場合財務省ですけれども、国家の機構そのものがいわばもう根腐れ的にダメになっているっていうね。で面白かったんですね、私個人的に財務省に勝ったことがあるんですよ。それは何かというとですね、ちょうど今確定申告の季節になりましたけど、2年前の確定申告、ちょうどその前年に私家を建てて住宅ローンを組んだものですから、いわゆる住宅ローン減税っていうのを適用を受けることになったんですね。ですから2021年のですね、2月3月の確定申告っていうのはすごい大変です。その住宅ローン減税を取るための書類っていうのがもう何かわけわかんないものですね、バカみたいなものをたくさん集めなきゃいけない。でそれで時間がかかって、まあ、なんとか期限内に所得税は納めたんですけど、その年ね、ちょっと、その前々の年の本の売り上げが少し多かったもんですから、消費税払わなくちゃいけないんです。でね、消費税を期日内に納めることができなくてですね、それで2、3日後になっちゃったんですよね。でね、まあでも、まあなんとか納めたんですんで、ほっとしてたらですね、3ヶ月ぐらい経ってですね、税務署からの
書類が届いたんですよ。それ何かっていうと、要するにあんたはその期日を過ぎたから、ペナルティーだと、要するに追徴金みたいなのを払えたいくらだったかな、まあ、数万円だったんですけども、2、3万円くらいだったかな。では私ね、ピキッと来たんですよ激怒したんですよっていうのは、何ら悪質性ないわけですよ。本当に、ごまかそうとかいうしたことなくて、ほんのすぐ出したわけだし、その所得税を納めた日にですね、あと消費税残ってるんですよって言ったらね、税務署の職員が、そうですか、ご苦労様ですとかなんか言って、実はもうその時に、実は手遅れになってたって言ったんですよね。もう要するに翌日に納入したのでは、期限後になったら、ペナルティーを食らうの。しかしそんなこと一切説明されなかった。でね、ふざけんなと思ってですね、午後4時ぐらいにですね、過ぎぐらいに、税務署、京都のですね、税務署に、まあ、要するに国税の出先機関ですね、それ電話かけたんですよ。ほんでね、ゴロゴロこういうものが来たけれども、こんなものは断じて払わないと。ふざけるかと。でね、これ撤回しろと言ってですよ。で、そしたらね、税務署職員がね、いやもうこれは一回この出てしまったんでね、もうそれは取り消すってわけにいかないんです。で、冗談じゃないと、こんなの説明されなかったぞと、なんで説明しないと、全く納得はいかないぞと、それに関しては申し訳ない、こちらとしても申し訳ないんですけれど、でももうこの書類が出てしまったんで、払っていただきます延々これなんです。でね、皆さんもぜひ見習っていただきたいんですけど、対役所との交渉っていうのは絶対に諦めないで、相手が一生懸命説明するわけです。これからこういうわけでこういうわけでこういうわけで、できません。で、全部説明が終わったところで、ですね、これはなぜ払わなきゃいけないんですか、最初に戻る。もう相手はめちゃくちゃに疲れるわけです。それからですね、この場合も一つ相手は一つ落ちと認めてるんです。それは要するに説明がすべき時にちゃんとしなかった。で、そこにね、また戻るってことが大事なんですね。これは相手にとってある種の傷になってますから、その傷に塩を塗り込むことが大事なんですね。そうは言ったと、あなたやっぱこれ絶対納得できないです。それはあなたの落ちとがあるってことを認めてらっしゃるじゃないですか、ぐらいですね。なんか戻っていくわけですね。そうすると、こう相手はですね、こう前に行って来るわけなんですよ。でね、挙句の果てにですね、こんなことを税務職員に言い出したんですよ。職員に言い出した。いや、納税というのは憲法で定められてる義務でございますからね。ピキンと来たんですよね。おお、そうかいと。憲法かいと。随分大きなこと言うじゃないですか。じゃあ私もちょっと大きなことを言わせてもらいましょうか。あんた方の上司は大卒ばっかりじゃないか。そしたら税務署の職員はね、認めましたよ。あ、それを言われると辛いんですよ。でね、これを言わせたことをもって勝利だとかいうつまらない話じゃないんです。育ってですね、ついに2時間ばかり粘ってしまうなってきたんです。そしたらですね、相手が何を始めたか、自発的にですね、何を始めたかというと、私の過去の納税の記録を見てですね、この人が払いすぎている年はないかってこと一生懸命に調べたんですよ。そしたら見つかったんです。その2年前と4年ぐらいなのかな、やっぱ消費税増税したんだけれども、その分もですね、これは要するに業務上の支出であるということで、所得から差し引くことができるんだけど、僕はよくその知らなくて差し引いてなかったんです。つまり税金払いすぎになってたんです。で、それで国税分だけで50万、それは地方税にも波及するんで、全部トータルで6、70万ぐらいかな、帰ってきますんでって話をしてるのを聞いてたんです。
なんとかこれで許していただけませんでしょうか。これをお返ししますんで、出張分についてお支払いいただきたいって言うんで、まあ、この辺が正直かなって、ね、まあ、じゃあしょうがねえなということでね、本当にそれでどんどんお金戻ってきましたから。やっぱりね、こんぐらいやらなあかんと、ちゃんと納税者としてもね、権利というのをきちんと主張していかなくちゃいけない。で、こういうやっぱりけしからの財務省ってのね、壊しなきゃいけないということがですね、非常に私は教訓として思います。多分ね、時間もポイントだったら、電話した時間もポイントだったら、4時過ぎ、午後4時過ぎ、5時から帰りたいじゃないですか。この相手が解放してくれないなってね、多分がどうにかして早くお家帰りたいと思ったんでしょうね。それで、なんとかこの人が納税しすぎていないかということで自発的に調べ始めたというね、まあ、そんなことがございましたけれども、まあそんなことはですね、本筋から全くずれていましたして、本筋にもどうすると戻るとですね、もう本当この10年間の政治の最大のキーワードは、私は統治の崩壊だというふうに見てるんです。もうむちゃくちゃデタラメじゃないですか。まあ森友の他にもね、各学園の問題や桜の入会の問題だっていうのもまあ有名ですけれども、でこれらは全部、これは安倍案件だけれども、もうそれ以外にゾロ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 あるわけですよね。東京オリンピックの問題しかり、それから大阪では、あれですよ、大阪ワクチン作るんだとか言ってアンジェスというよくわからない会社に、大量のお金が補助金が入って、で案の定ワクチンができず、あれ結局アンジェスという会社がもう分かり続けてどうしようもなくなってたことが公金で補填されたっていうことなんでしょう。さらにはあれはある種のまあそれが閣下捜査になっていて、どうもそれで宿管儲けたやつがおるんやないかっていう、いう話もされている。でそれから先ほど、金平さんが同業者批判をなさってましたけど、私の同業者たちもなかなか大変なことになってですね、三浦瑠麗さんですね、でまあちょっとあの辺のちょっと気持ちの悪い人たち、まあ特に三浦さんなんてやっぱりこの10年間のですね、安倍政治を象徴する人物のお一人だと思うんですね。で、まあ、太陽光ビジネスの問題ですね、でまああれも、まあ、要するに、ヒットってですね、まあ、ここに多分全員が電気代に上乗せした再エネ普及のためにですね、電気料の上乗せの料金も払ってきているわけだけど、これは膨大なトータルで見ると大変な額なんですね。十何兆円もの、いわばある種ファンドができているということなんですよね。で要するに皆さんの旦那さんね、やってきたことで要するに問題になっているのは、要するに総額が積み上がった金からどうやってそれをまあ分取ってくるかっていう、まあそういうビジネスだったと。でまあ再生可能エネルギーを普及すること自体はいいわけなんだけれども、まあ制度設計が悪くて変な形で利権みたいなものが発生しちゃって、それでこうやって汚職が発生しているっていうね、まあこういう状況ですよね。ともかくもうこの10年ある種、もうオリンピックはその象徴ですけれども、その国家権力が政治権力が人々から強制的に取り立てたお金、まあ、これを要するにいかに、いかなる手段を使っても、あらゆる手段を使って、分取っていくという恥知らずな行為というのが、なんていうか常態化しちゃっているというね。でこれはもう当たり前ですけど、もう真っ当な経済ではない。でそんなことでばっかりやってる間に、日本の経済的衰退というのはますますもって進行している、止めどもない。でもう今貿易赤字のもう先月の統計とかももうものすごい数字出てますよね、過去最大ですよ。
要するにこれって何なのと、これエネルギー費の高騰だっていう話ありますけど、でもそれで説明できるのは一部分であってですね、これはもう日本の産業の根底的な意味での衰退、これ要するに売るものがないから赤字になってるんだと、いうことですよね。でもう本当にだから、もうあらゆる面で落ちるところまで落ち、落ちつつあるで、そういったですね、崩壊状態のもうまさに代表であり象徴としてですね、この森友事件のまあ、というですね、ことが起きて、まあ、これが未だにきちんとした解決を見ていない、まあ、見るきちんとした解決、現状の権力の配置においてされるはずがないんですけどね。で、皆さんにちょっとお聞き、一つお聞きしたいんですけどね、まあ、安倍さんが退陣をして、で、まあ、菅さんが1年ぐらいやって、それで、まあ、岸田さんに移って、っていうふうに、まあ、首相が交代してきたわけですけども、まあ、岸田さんはそもそも宏池会出身、保守本流であると。で、まあ、割にこうですね、イメージとしてはソフトな感じっていうのがあって、まあ、バランス感覚もあるということで、岸田さんになると、少しは政治が、結構政治がまともになるんじゃないかなって、結構、期待した人ってどのぐらいいらっしゃるんですか、少し手挙げていただきたいんですけど。ああ、なるほど、なるほど。結構やっぱいらっしゃいますね。率直に申しまして、反省していただきたいと思います。もう僕はずっと言い続けてるんです。はっきり言えば、安倍とか菅とか岸田とか、どうでもいいんです。どうでもいいんです。真にどうでもいいんです。だってあいつらは、ただの、まあ、パペットだから、ね、人間じゃないんです、そういうふうに。主体性を持った人間じゃないんです。その証拠に、なんといっても岸田政権が今やろうとしている一番やばいことは大分格ですが、そして端的に言って中国を仮想敵国にして、戦争を始めようとしておりますが、この大国家の方針、そもそも誰が言い出したんでしたっけと、これは安倍さんなんですよね。防衛費の GDP2% で敵基地攻撃能力を持ちましょう、こういった方針ってそもそも安倍さんが言い出しました。ちょうど首相辞める頃ですね、言い出しました。でその後、2021年のその総裁選があって、岸田さんが首相になるわけですよ。その時に高市さんですね、高市さんがその安倍さんから支援されて、この大軍拡を言ってましたですよね。でその時世間の受け止めとしてこんな感じだったでしょうか。ちょっと高市さんの言ってることはやりすぎな感じだよね、過激だよねと。で、そういう過激な高橋さんじゃなくて、穏健な感じをする岸田さんが主張になってよかったねと、こういう雰囲気の受け止めだったわけですが、今となってはどうですかと。結局だって岸田さんが高橋さんの政策を全面採用してるっていうことじゃないですか。で、そもそもこれを言い出した安倍さんはもうこの世にいないんですよ。これはどういうことでしょうか。つまり政治家が3人いるように見えて、実は1人もいないということですよ。全部金太郎は腹話術人形だということですよ。で、今回の岸田さんのね、ものすごい勢いで、昨年の12月からですね、スピードで決めてったと。だけど、あれですね、この1月訪米しましたけれども、その日程が発表されたら、ああ、なるほどと私は腑に落ちたわけですよ。なるほどと、バイデンさんに会うための面会料が必要だったんだなということですね。で、要するに昨年5月かなんかに、約束してるわけです、すでに。防衛費を大幅に増額します。そしてその、多くをアメリカ製の武器を購入するということに、振り向けますということを、宣言してるわけですよね。約束してるわけです。で、その約束を果たさないとバイデンと面会ができない。バイデンからすると別に会う日本のトップと会う
理由があんまありませんからね。なぜかというとどうでもいいからです。どうせ何も言うこと聞くんだから、適当にドヤシつけてるよね、大使あたりにね、アメリカの駐日大使あたりに使ってドヤシつけとけばいいんで、別に大統領があってどうこうするまでもないわけです。で、それをバイデンに、でも会いたい会いたい会いたいと、もう恋焦がれてですね、思いが募ってってわけですが、ただで会うわけにはいかねえなということなんで、面会料が必要だったと、こういう具合ですよ。で、そしてその12月臨時国会は閉まるやいないんですよ。このザーッと決めてた、これやっぱり国会期間中にこういうことを言い出しちゃうと、そのどうなんだという話になるわけですよね。果たしてそれってどうなるかと、大論争になるし、激しい批判とその、検討にさらされるわけだから、これやるわけにいかない。だから国会が閉まってから言い出すと、これは要するに独裁ですよ。要するに独裁です。で、このだけの独裁をするだけ本気なんだっていうことですよ。要するに、こういうことだけはアメリカに対して媚びを売るということに関しては、これだけは本気でやるというのが、この日本の政治だということですね。で、こういうこの政治の本質というかね、構造というのは、安倍から菅を経て岸田に至るまで何にも変わってないんです。何にも変わってないです。ひょっとするといろんな面で検討してみると、安倍や菅の方が岸田よりもマシだったねというすらですね、見つかるぐらいで、岸田ってもっとひどいぐらいの話です。で、だから構造的に腐ってるんです。構造的に腐っていて、もう政官財すべて、政官財、そしてマスメディアも学術もすべて腐ってる。この前提に立たないといけないです。で、だからみんなトップがですね、いわばほとんど全場みたいな、その一応捜査線やってますけれども、でもかなり全場に近いような形で、受け渡される。派閥に被害の中ですね、中で、もちろんだから根本的な意味でこの構造の変革など起こりようがありません。ですから当然の結果として安倍よりももっとひどいような岸田政権になっているわけです。で、私はこれを長期腐敗体制と呼んだり、あるいは、2012年体制と呼んでいます。要するに2012年に安倍さんがですね、安倍自民党が勝って政権を獲得して、それでまあ今日至っているわけですからね。で、体制というのはこれただの政権じゃないんだと。政権というのは誰ぞれ政権というふうに言われますけど、こういう面に書かれますけれども、体制というのは例えば幕藩体制とか共産主義体制とか、より一般名詞的なですね、語彙として書かれますよね。で、その特徴は何かというと、要するにトップが変わっても変わらないことなんですよ。徳川将軍15代までいたわけですけど、将軍が変わったからっつったって、ね、根本的には変わらないんですよね。統治こそ変わらないですね。あるいは、それと共産主義体制の初期将が変わったところで変わりませんよね。あるいは1955年体制ですね。55年体制だって何度もその中で、首相の交代っていうのは起きているけれども、もちろんその基本構造っていうのは変わらない。このように変わらないものこそ、まあ、体制というものになったりするんですよね。で、安倍さんの時代からすでに安倍一強体制ということが使われてたじゃないですか。つまりもうこれはほとんど無意識のうちに、これはただの政権が長期政権じゃなくて、体制というふうに要に値するくらい権力の構造が固定化してきてるんだと。で、岸田さんがいわゆる国葬ってやつを強行したのは、まさに自分がこの体制の後継者として自己正当化し、またこの体制を正当化するための儀式をやろうとしたっていうことですよね。で、まあしかしですね、ちょっとだけ希望のあることを言っておくとですね、変化の兆しっていうのは少しずつやっぱり出てきて、
菅さんももちろんやっぱり安倍体制の後継者、2012年体制の後継者として自己をそのアピールをした。だけど支持率が上がらず選挙前にいわば解任されてしまうということになった。で、岸田さん安倍国葬でその体制を固めようとしたんだけれども、これが大貧種だった、ここからがケチのつき始めて支持率がだったんだと、ね、落ちていくわけですよね。でそれからその先ほどバイデンへの面会を話しましたけれども、要するにこれもね、アメリカ大統領に会ってこの良好な関係をアピールするっていうのもまさにこの、この2012年体制っていうのはもう戦後の腐り歪んだ対米従属体制の本当に慣れの果てですから。で、だからアメリカっていうのはものすごくキーになってるわけなんですよね。で要するにこのアメリカとの関係をアピールすれば支持率上がるはずだと。で、まあアメリカと一生懸命やったわけですよね。オバマに会って、寿司食ってで、仲良し仲良しとで、お互いになってますよっつって、でそれでトランプさんに代わって、わあトランプさんとも仲良し、世界で唯一トランプと話せる安倍さんみたいな、アピールやってたんだけど、でも心論理不足すさまじいんですよね。だってオバマと仲良しで、同時にまたトランプとも仲良しって不可能ですからね。トランプはオバマがやったことをずっと鼻から全部否定していったわけなんですから、両方と仲良しってこれは論理的にありえないわけなんですけど、でもとにかく仲良しなんだってやったわけで、それは真面目なく支持率につながってました。でも菅さんもバイデンのとこ行ったけれども、飯食いましょうとか言ってね、バイデン明らかに嫌がってるんですよね。こんななんかこうテーブルのあっちとこっちでめちゃめちゃ離れて、ハンバーガーもそもそも食ってるみたいな、そういう哀れな姿をさらして支持率されるわーなんですと。で、それで岸田さんですよ。もう全然バイデン行ってところ行ってなんか肩抱かれて、もう嬉しそうな顔してるわけですけど、本当に間抜け面、抜け面ってのは凄まじいですよね。で、ついでになんか G7 でヨーロッパに行ったら、今度は息子がね、うろちょろうろちょろしてというね。で、これもだから支持率上がるどころか、むしろ緊縮のもとでしかないと。でも息子って深刻ですよ。だって首相秘書官でしょ、むちゃくちゃ重責なんですよね。これかつてで言えば小泉純一郎政権における飯島勲さん、わあ、かっこそうだね、していましたよね。それから安倍政権における今井隆氏、まあ、こういった人物に関して、まあ、いろんな評価っていうのがあるわけですけれども、ある面とても強烈なキャラクターで、ある種まあ集まりだったことは事実ですよ。で、こういう飯島とか今井とかと同格の地位についてるわけですよ、翔太郎さんは。これは官邸が崩壊してると言わざるを得ないですよね。で、要するにこれってかなりもう官僚機構からも見限られているというか、見捨てられているというか、全く要するに官僚機構もこの政権を大事にして、盛り立てていって、何かをやっていこうっていう気はゼロだなっていうのがよくわかる人事ですよね。で、もう翔太郎氏はまた、まあ、どうしようか、彼個人の資質の問題というのはどうも大いにあるようだと。これからさらにスキャンダル出てきますよ、彼に関して、皆さん楽しみにしてましょうねということで、そんな情勢ですねということをまずひとまずお話しさせていただきました。ありがとうございます。まあ、構造的に腐ってると、いうことですね。まあ、そう全く思想を感じたら得ないですけど、まあ、白川の、ね、ご指摘の中で、安倍なりね、誰々が具体的に、まあ、極端な話、どちらかと打ったら、あるいは解散せみたいに言われてやったんやったらですね、ある意味またマシな話であって、それがですね、仮にですよ、本当にその忖度、役人が忖度だけで勝手にですね、国有地をただ同然で差し出すとかですね、勝手に公文書を解散するなんてことをやりだしたんですね、もう本当にその、なんて言ったらいいのか、統治機構が統治機構としても成り立たなくなるという。そういう意味でも、もしもそういうことなんであれば、それはそれで
ある意味でその方がより恐ろしいという、お話だと思いますけども、ただですね、この、まあ、なんで森友問題これまで我々決着することができなかったのか、ここまで長く、かかってしまった、さっきねちょっとスライドショーやってましたけど、その中に懐かしいと思いまして、2017年の2月に、まあ、内閣が来たわけですけども、その年の年末にですね、カウントダウンフェスタっていうのをやりました。まあ、オンラインで中継、生中継とかやってですね、年末に国会議員の方にも来てもらったりとかして、やったんですけど、その終わった時に、これで最初で最後にしたいねっていう話をみんなでしたんです。来年までには、来年今年越えて1月になったわけです。2018年の答えになってんで、今年中に決着つけて、もうこんな大晦日のイベントなんてのはもう最初で最後にしようねっていうような話してたんですけども、まあ、今、まあ、6年経って7年目に突入してしまったわけです。で、思い返せば何回か選挙があったんですね、本当に。2017年にまで、17年だっけ、はい。なので、17年は何回でしたっけ、年末か。クラブ、はい、そう、国難突破とはなんか言ってたんですけど、なので、それで、その選挙は、まあ、その時が初めてやった、森友問題発表した後では初めてやったわけですけど、何回か、まあ、選挙のわけなんですが、それが残念ながらですね、まあ、自民党が、まあ、相対的には勝ったというかですね、第一党を、まあ、維持してですね、でそれでもって、まあ、政権は安倍政権だけじゃないけれども、まあ、信任を得たんだと、みたいなことを協議してですね、で、今まで続いてるわけですね。そうなってくるとですね、まあ、もちろんその政治家が全く責任取らない、けしからない、許さないという話はその通りではあるんですけど、一方でですね、結局ですね、そう勝たせてしまってる我々って何なんっていう話にも、まあ、ならざるを得ないんですが、まあ、その辺のことについてですね、まあ、結局、ある意味高をくくってるというかね、まあ、どうせそのうち、今はバーッと盛り上がって、けしからんみたいなこと言ってるけど、どうせそのうち、他の問題のことを忘れてもらうわ、舐められてるわけですけども、残念ながら、これまでの展開を見てるとですね、まあ、舐められてもしょうがないような格好になっちゃってるのかなと思えなくもないんですけども、まあ、こういったその、まあ、その、権力を何の姿勢ということでも、どうせそのうち忘れるわ、みたいな。ってるっていうことでもあるんだろうと思います。思いますけれども、実際、まあ、選挙やった結果ですね、まあ、政権党が相対的な勝利するっていうことをずっとこの間続いてるんですけども、そういったことを金平さんなんかは、まあ、ジャーナリストとして眺めてる、どんな風にお感じになってるのかなと、聞かせていただければと思うんですけど、いかがでしょうか。いかに難しいですか。ね、大阪、関西っていうことでいうと、僕がいつもね、理解できないっていうか、ズレを感じるのは、維新なんですね。僕は維新の方いらっしゃるみたいな。言ってもいいですよ。なんで、維新の挙げてるような政策みたいなのを、これいいんじゃないかみたいな感じで、もう当時ですか。僕理解できないですよ。僕はほらアメリカとか外国のその特派員みたいなところに行って、彼らが今掲げているような政策とか見てると、僕の理解なんですよ。極右政党ですよ。もうだって日本の核武装とか、それから。アクシアリングローも積極的に賛成しているし、今度の岸田政権が打ち出した大軍拡も、軍拡そのものについては大賛成だと言っているじゃないですか。で、もっと言うと、まあ、教育観とか歴史観とか、めちゃくちゃですよ、自民党の配慮ももっと右で、で、しかもメディアに対して、まあ、メディアコントロール、まあ、こう共犯関係なんですけど、関西のメディアの人を、最近なんか白井さんは反省してくださいとか言ってるけど、もう反省する時は関西のメディアだと思うんですよ。
を作り出したのもあるし、メディアみたいな。僕、橋本徹って人全然知らないんですよね。で、あの人がどうやって出てきたかみたいなのも知らないんですけど、あれテレビでしょ、行列もできるみたいなことやでしょ。僕知らないです、その時アメリカ住んでたの知らないです。で、それがなんか、まあ要はテレビを作り出したメディアモンスターなんですよね。で、メディアモンスターって意味で言うと、トランプも同じなんですよ。トランプも向こうでは実業家として、まあ、かなり骨が実業を活動していたんだけど、彼がこんなに大衆的な人気をアメリカで得たのは、ワイドショー、リアリティショーですよ。お前がクビだっていうのをずっと、普通の一般の視聴者参加番組ってなって、それをこう仮に雇い入れるか雇い入れないかみたいな。で、何週間かにわたって雇い入れたら、お前はいい、しかしお前は突然クビだ、You are fired っていうふうに言われるのをみんなワクワクして見てたっていう。で、それもだからある種メディアが作り出したメディアモンスターなんです。で、そこがどん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 こうそういう人が中心になって、メディアのところが政治っていうのをステージにして舞台にして、どん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 人の心を掴んでいった。で、そこでまんまとやられて、ここ多分関西に来て話すの怖いんですよ。別に僕は刺されることはないと思うけど、なんだろうな、なんで、さっきこう、その、なんかここにいる人は少数派ですよ。でしょ、皆さん、自分が多数派だと思いますよ、ね、だって、ここの豊中の表に出たらすぐに、なえなえ、だって何言うとるんやみたいな。で、その、つまり、あと維新ですよ。維新が圧倒的になってるってこと自体は、頭からくらいするぐらい信じられないんですよ。だって、あの価値観って、僕なんかが描いてる、その、デモクラシーとかそういうことは全く違う。で、そのことをいろいろこうさ、言い切ってきたんだけど、だからなんで維新に投票するんですかって。いや、思わぬ展開になってたんで。関西にいらっしゃる。そうですね、別に関西の名誉を救いたいとか全く思わないですけど、東京も同じだけひどいんですから、同じことですよ。だって小池百合子じゃないですか。それからね、あるいは、あれは2年前か、横浜市長選で、野党共闘の候補 の山中さんっていう、横浜市立大の先生ですね、これが勝ったっていうことで、野党支持者たちは喜んでましたけれども、あれひどいですよ。ひどいもんですよ。でね、僕思ったんですよ、その選挙戦をやってる時にね、いろんなその選挙戦の情報っていうのがまあ流れてくるんで見てると、そのね、直感的に思ったんです。その山中陣営が出しているポスターとかチラシとかが、うわ維新っぽいと思ったんですよ。維新っぽい感じがするって。で、何が維新っぽいかってね、彼が言ってた、僕はコロナの専門家って言ったことです。ありえないっすよ。だってね、僕も一応学術の世界にいて、全然畑は違いますけれども、でもこの世界でなんとかの専門家っていうふうに名乗ることの重みっていうのは分かるつもりです。で、山中さんの学者としてのやったことはデータサイエンスらしいんですけれども、まあ、いわゆるそのデータサイエンスが、コロナ対策に何とかしら役に立つっていうようなことは、まあ、いくらでもあるでしょうが、だけどそれとコロナウイルスの専門家であるっていうことは全然違うことであり、多分コロナウイルスの専門家だっていうふうに名乗れる学者って多分世界に何人もいないはずなんですよ。で、それをね、一応学術コミュニティにいながらこれを言っちゃえる、ちょっと神経ってやばいなこの人はと思ったんですよ。で、そのコロナの専門家って書きまくったそのポスターとかね、ビラとかやらきてるわけですよ。うわ、維新っぽいと思ったけど、それと同時に、あ、これ勝つなと思いました。維新っぽいから。要するにどこ行ったと同じなんです。それだけはっきり言うと、日本の今の有権者が連鎖してるだけの話なんです。
まあ、一応森友問題ちょっと維新の会というのが、まあ、どうしても忘れられがちなところがあるんですけど、森友問題というのは、まあ、東京の安倍政権中枢と大阪では大阪維新が、まあ、車の両輪となってですね、不動力となって、株が根岸をやってきた籠池さんたちを、まあ、車の上に乗っけてですね、極右小学校開設へと、まあ、突っ走っていった事件ということで、要するにその、学校、私の学校の、設置認可基準を、まあ、引き下げたと、森友学園だけの、要望を受けて引き下げて、その引き下げた基準に照らしても本来は認可されるのはおかしいはずなんだけれども、なんだか知らんけども私学審議会で認可適当というような答申が出て、なので初めて、土地を、まあ、最初は有償貸し付けと言ってて、それから、まあ買い取っていくわけですけれども、その、維新の会、まあ要望を受けた当時は、橋本さんが知事やって、その後松井さんの時に実際に基準を引き下げたわけですけれども、その維新による、基準の引き下げがなければ、そもそも国有地の叩き売りも行われることはなかったし、国有地の叩き売りがなければ、その叩き売りがいびつであるということを隠すために改ざんしたりとか、その改ざんも当然なかったということで、そういう意味で言うと、維新の会というのはやっぱり森友問題、森友事件に、まあ、深く関与してたということがね、どうしても、その後の、公文書改ざんの衝撃があまりにも強かったので、最初の維新の関与というのが得てして、まあ、忘れがちになってしまうんですが、まあ、その維新の会というのが、まあ、大阪でもっとブイブイ言われてると思いますけど、なんでなんですかね、本当にちょっと。いや、あいつと申すけどね、今、上平さんが言って、あいつは極右じゃないかって、おっしゃってたけど、で、まあ、その通りだけども、要するにほとんどの有権者は、要するにそんなことを気にしてないし、知りもしないんですよ。で、維新っていう、まあ、集団にの政治家、国会議員もいるし、それから、地方議会にもたくさん議員がいるわけですけども、要はその中で、まあ、言ってみれば、その極右的な信念を、まあ、持っている人っていうのも、まあ、いることはいるんだけれども、必ずしも全員そうでないと。で、地方議員なんかが、まあ、数も多くて、そして強い、実はそれがだから維新の足腰を支えているんだけれども、じゃあなぜそれが足腰になり得たのかっていうと、割に要するに地域住民の要望なんかに対して、まあ、面倒見がいいと、まあ、要するにそれって政治家としてやるべきことを、まあ、やってるんですよね。で、それで、たくさんある種が足腰になるですね、地方議員を増やして、で、それでもってそれをベースにして、選挙戦略っていうのをかなり緻密に練って、例えばあれですよ、辻元清美を絶対落とすのとか言ってぐわーっと動員して集中攻撃をかけて、そして実際落とすわけですね、うん、そういうような、まあ、ある種戦術的にやってマスターですよね。それが、まあ、その維新の躍進を支えてきたし、そして、戦術であれば極右じゃねえかというようなことに関して選挙人が、まあ、あまりに無関心であると。だけど、まあ、この無関心はもうすぐ日本人は激烈な形でそのツケを払わされることになるので、まあ、ある意味、いつか分かるんですよねという話なんですけどね、まあ、このままいくと、まあ、米中対立がですね、米中対決にまで、なっていく可能性というのがかなり出てきています。で、その時に、まあ、要は今回の岸田大統領の要点、そして、まあ、その新しい防衛三文書の要点は何かというと、要するに米中対決のなっていうふうになったときに、要するに日本をどう使うかっていうことなんですよね、早い話がね。で、アメリカとしてはできるだけ自分たちの損害を最小限にしながら、やっていきたいと。で、今、要するにウクライナで起きていることっていうのは、そういうことなんですよね。ウクライナの人は二重性があります。どういうことかっていうと、一方ではそのウクライナにとっては祖国防衛、侵略者を追い出したいというそういう戦いになっているけれども、時間で、
方ではあれはもうロシアと NATO の戦争になってます。で、ここのところものすごい報道が出てきたんですけど、アメリカのシーモン・ハーシュというジャーナリストが昨年起きたノルドストリームというガスパイプラインの破壊されるという事件がありましたけれども、これは米海軍特殊部隊がやったというですね、スクープを放って、でこれがヨーロッパで今じわじわと報道が広がってます。アメリカではほとんど検閲されているような形で広まってませんが、これでもしそのことこの報道内容が、正当であるという話になると、ちょっともうバイデン政権も飛ぶというような、まあ、話になりかねない、そういう展開です。で、まあ、早い話がアメリカそこまでやるということなんですよね。で、要するにだからウクライナ戦争ってアメリカからとにとってみればすごくいい戦争なんですよ。要するに自分たちの戦力は使わないで、敵対的な軍事大国ロシアを、弱体化させることができる。で、要はだからこのやり方っていうのはどうやって極東に持ち込むかという話で、台湾問題ってことになってるわけですよね。で、そこで日本どう使うかと、そういう話です。で、要するに自民党や維新が対応している極東路線っていうのはそこに進んでやっていきましょうという話であって、これに対してまあ無関心であればそのつけっつうのはまあ結局自分たちの血で払うことになりますよというのがまあ今の状況ですね。はい、と感じるわけです。維新のことなんで維新が支持されるのかということについてはですね、それをテーマにして一つの3時間の集会を持つようなテーマかなというふうに思うので、もちろん興味深い話ではあるんですが、私は私なりの考えもあるんですが、それを言い出すと終わらなくなってしまうので、そろそろ、すいません、伝わりにくいだけで、はい、まとめにということになってしまいます。金田さんのお話、ジャーナリズムというものが本当に、まあ、変質してしまっているというような、まあ、そうは言っても、良質なものが残っているんだというようなご指摘もありましたけれども、で、白井さんの方から構造的に伝わっているという、全くその通りなんだけど、身も持ったもなさすぎるというか、最後にですね、ちょっとこう、なんとかこう希望を感じられたという、非常に厳しい状況にあるわけですけれども、その中で、一筋の希望を見出すとするならば、それは一体どこにあるんだろうかというようなところら辺をですね、お話で最後、結びにしていただければと思うんですが、いかがでしょうか。どちらでも、はい、こういう話をするときに僕らはいつも言葉を使うときに、主語を何するかみたいなことを考えさせることが多くてね、例えば今言ってたウクライナがロシアによって侵攻されてたっていうような侵略されたっていうことになると、いつの間にか僕らは国家を主語にしてるでしょ。ロシアという国がウクライナを侵略した、でそれで何かを語ったことになっちゃうんだろうけど、実際に起きてることっていうのはロシアの独裁的な指導者が命令を出してロシアの軍人が国境を越えさせられて、そこで暮らしていたウクライナの民間人も含めた人たちに対して、攻撃をして殺したり、インフラを破壊したりということですよね。でそのことをずっと考えるべきだというふうに思ってて、政治や国際情勢とかそういうことを語るときに主語を誰にするかということがあって、僕は森友事件というのはその国家権力とかね、そういうもの以上に具体的に何があってどうしてこんな不正義というか理不尽なことが、だってその誰か分かんないうちにこう忖度忖度とかって言ってるけど、具体的に決めてお前これやれって言った人がいて、実際でそのことを無理やりこうさせられて死んだ人がいるわけじゃないですか。でその時にこういう理不尽なことが事実としてあったことをきちんと調べ上げて、それをやる時って僕のやっぱり人の個々の実際の人々が主人公になるべきことだと思うんですよ。でその時にやっぱり同じ普通の姿勢の人たちというか
らが声を上げてるっていうんですかね、誰かが救ってくれるとかそんなことを期待しちゃダメで、結局自分たちの問題だから森友の話って。でしょ、さっき白井さんが税金取り返した話してましたけど、つまりそういう自分たちの話なんだっていうことがおそらく森友に関して言うと同じようなことがいっぱいあるんじゃないですか、自分たちの周りでも。皆さんの周りでもあると思うんですよ。例えば職場でもあるし、家族の間でもあったりとか、その権限とか権力が不当に行使されて、ひどい目にあって、それみんなが黙って見ていてなかったことにするみたいなことっていっぱいあるじゃないですか。労働組合のことそうだし、メディアの働き方だってそうだし、学術の世界だってそうだし、ジャーナリズムの世界だって腐った人いっぱいいますよ。でそれを何だろうな、個々にこう具体的な事実を挙げて声を上げ続けていくっていうんですか、これおかしいじゃんみたいなことを、ね、ずっと言い続けるっていうのは僕は大事だと思ってるんですよ。それがなかったら何も変わんないんじゃないかなっていう気がしてて、みんな一人一人が弱いけれども声を上げるっていう、それからその事実をきちっと残してるみたいな。なんでそういうこと言うかというとね、ベラルーシの作家のスベトラーナ・アレクシーヴィチっていう人がいるんですよ。でこの人はもともとはジャーナリストの出身ですけど、ノーベル文学賞もらった文学者でね、でこの人がやってる仕事っていうのを見て本当に感服するっていうか、すごいなっていう、一人一人がどういう意味でやって、どうなって何を考えてるかみたいなことを、事実をこうきちっと残してるみたいな、ね、でそれが全体でこう見るととってもこう人間に対してこうある種希望を持たない、希望を持たないとダメだみたいなメッセージになってるっていうのは、まあ、素晴らしいことだと思ってて、そういうことを考えてるんですからね、今日のこういう集会の、なんだろうな、僕らがここで話してて、もう維新がなんとかと言いましたですけど、やっぱり皆さんの足元のことに目を向けるんですかね、それができないと、何もできないんじゃないかなと、例えば、自分の身の回りのことで、我慢ならないことあるじゃないですか。それがなんかね、一番なんていうの、このことを力をつけてる、一番の力の満ちたのかなっていうのと、まあ、自分にも言い聞かせながら、そう思ってたんで、はい。ありがとうございます。皆さん、この方も、まあ、自分の言葉ということで、すみませんけど、まあ、3分以内ぐらいです。まあ、本当にですね、日本人が全体的に政治的に正気に変えるかどうか、私はよくわかりません、それこそね、いや本当怖いですよ。中国との矢面に、まあ、立っていくった時に、まずそんな戦争なんかするのやったら当然経済的に経済断交になるわけだから、どうなるかって言ったら、まず日本経済促進しますよね。でそれから、日本の食料自給率はカロリーベースで30数%ですけれども、だから 60% 以上輸入してるわけですけれども、その輸入先として2番目に大きな中国ですね。つまり食料危機になりますよね。でそれでもやるのかと、私自民党とかそれから日本の官僚機構を見ているとそれでもやるんだと思いますよ。っていうかずるずるとそっちへやるんだという強固な意志もないんだけれども、絶対それをやってはならぬという強固な意志もないんで、ずるずると引き込まれていってやっちゃうんだと思います。で、要するにそれってでも単に政治家とか官僚だけがそういうメンタリティを持ってるんじゃなくて、日本人全体が多分そうなんでしょう。そういう人間が多いんでしょう。もう単純に言ってそれはやっぱくだらないですよ。くだらない生き方ですよ。でどうやってじゃあそこですよね、それはやっぱり嫌だよねって、どれだけ僕たちがそこでついそこ休みに流れて行ってしまう人情があるわけだけども、どうやってそれはダメなんだっていうふうに思い切れるか、自分自身がその実践をもちろんしなければならないですし、
それをやってる人に見習わなければならないですし、それからやっぱりあと教育の重要性っていうのを感じます。もちろん私教育の現場でやってるからそれなりの底で義務を果たしていこうということでやってますけれども、まあ他方でですね、その若い人たち見ていて正直これはもうダメだなっていうのはあるんですよ。ダメな人はダメなんです。で、いい子はいいです。いい子はじゃあなぜそっちがどこから来てるんだろうって、ご家庭の教育だったと思うんですよ。親がどんな、いわば姿を子供に見せてるかっていうのがかなり決定的だと思うんで、ぜひとも皆さんにはですね、きっとお孫さんがいらっしゃる、孫さんがいると思うんですけれども、その何が正しいんだ、どう生きなきゃいけないんだっていうのを本当に率直に語りかけるような家庭教育をしていただきたいなっていう、それが希望になると思います。ありがとうございました。これね、ウクライナのキーウだとした、プーチンの顔が印刷されたこれで、僕これね、会社が来てお土産で買ってきたすごい喜ばれて、僕は言いたいのはこういうものを作るっていう発想と、こういうものを使って自分たちの心の中の中で絶対に支配されないぞということを示すっていうやり方っていうのはいっぱいありますから。ごめんなさい、最後に。ありがとうございました。もう一度問題を考えたいとしても、森友問題終わってないんだと、まあ、声を上げ続けることというのが、まあ、具体的にこの森友問題の真相究明、を求めていくという、そのこと自体ももちろんそうですし、他のいろんな問題、最初に、ご紹介したところで、安倍政治と決別を求めていく、まあ、日本の政治の流れを変えていく、そういう、叫びそのものなんだという確信してです、ね、これからも声を上げ続けたい。私たちの力というのは微力ではあるんですが、無力ではないということもありますけれども、その通りでですね、打ち倒すことはなかなか難しいかもしれませんけれども、よく言うような筒の中に入った小石だというかね、もう鬱陶しい存在ですので、いつかはその、歩けなくする、そういうのにつながっていくと信じてですね、これからも声を上げ続けたい。今日こうやって、夜の集会、天気の悪い中でこれだけのたくさんの方が、豊中まで足を運びいただいたということでですね、私たちは本当に、勇気づけられる思いです。これからも、頑張って声を上げ続けていきたいと思います。ありがとうございました。